体原作戦とは、日中戦争中の1937年9月から11月までの間、日本の北市方面軍を呼び、関東軍部隊によって行われた、賛成小体原への進行作戦である。体原攻略戦、賛成作戦などとも呼ばれる。中国側故障は、体原回戦。1937年の六尾橋事件後、 日本軍は北品方面軍主力の兵艦船、通羅船なんか作戦を側面援護するため、8月中旬から第5師団と関東軍によるチャハル作戦を開始した。9月中旬、大道付近を占領して作戦が一段落すると、方面軍司令部は高齢の第5師団に対し、河北省ホテへ転進して、兵艦船沿いの作戦に参加するよう命令した。 方面軍の最速にもかかわらず、第五師団はすぐに転進しようとはしなかった。この時、遠釈山の賛成軍は内頂上戦争に集結して防御陣地を強化中であった。第五師団長、板垣聖四郎中将は、この敵軍を攻撃して、頂上を突破し、中国軍主力に打撃を与えて、転進を容易にしようと決心していた。 参謀本部や方面軍では、三政省を攻略するか否かについて意見が分かれていたが、第五師団との連絡は途切れがちで、師団の実情がはっきり分からなかった。また、中央は、関東軍部隊をこれ以上前進させるつもりはなかったが、第五師団に同調している、関東軍チャハル派遣兵団は、積極的に内蒙や三政を攻略しようとしていた。 9月19日、板垣中将は、北市においてはおおむね水炎、大原、石化層、災難、賃尾の線を締め、ここに包みがする資源を獲得し、そこに住む一億民衆を同僚として、新北市政権を結成する岡とすという意見を、指針として、ただ旬石原漢字、寺内敏一の三人に発信した。参謀本部では、 賛成作戦を有利と考える武藤明作戦課長が不拡大派で作戦に難色を示す石原と忠を説得した。板垣との関係が密接である石原部長は滅多に手紙を書かない板垣からの熱心な意見に動かされたと後年回想している。参謀本部作戦課では板垣の意見した地域を占領確保する考えに固めようとしていた。 上海戦線へ大規模な増援を派遣する事態となって、石原作戦部長は辞表を提出した。不拡大派の石原が辞任した3日後、大元攻略の対面が参謀本部から下されることとなった。一方、北島方面軍司令部でも、第1課が賛成作戦を要望していたが、第5師団を転身させるという寺内軍司令官の考えは変わらなかった。 ところが10月1日、参謀総長から突如として、大元攻略の命令を受領したため、すでに頂上平方関を突破していた第五師団に、対し大元攻略作戦の準備を命じた。参政軍、中央軍、四川軍など20個市以上の兵力。他に、中国共産党軍約4から5万が、三政省北部で、遊撃戦を実施。 戦利品を掲げる初祖除軍第115師の兵士9月21日、第5師団長、板垣中将は、不評、第21旅団に対して、霊宮から大栄鎮へ向かって追撃するよう命令した。22日、大栄鎮へ向かう三浦市隊は、平型関を前にして、中国軍の激しい抵抗に遭遇、戦況は容易に進展しなかった。 第2戦区司令長官園爵さんは、平方関、岩門関、上池を結ぶ、頂上線に、第6集団軍、第7集団軍などの部隊を配置して、抵抗を命じていた。その兵力はおよそ6から7万で、平方関では、第6集団軍が、日本軍を迎撃した。9月中旬、中国共産党は、国境合作協議に基づき、 第18集団軍を山西省入りさせ、第2戦区の作戦に協力した。第115師は、日本軍の後方を襲撃するため平方関伊東へ、迂回して潜伏した。9月25日、増援を率いてきた風作儀式の下平方関正面の中国軍は陣前逆襲を行い、三浦市体は包囲された。これにこうして出撃した第115師は、 召喚が村、関溝村間で、第五師団の主張部隊を待ち伏せ攻撃した。襲撃されたのは、平坦自動車中隊と、不評、第二十一連隊の大合で、三刊愛路の別地点で、ほぼ同時に全滅状態となった。死者は、約150人、負傷者は、約40人だった。中国共産党は、 日本軍1万人余りを殲滅したと発表し、これが抗日戦争で初めての勝利であると宣伝した。その後この地にはうかい、包囲作戦の成功を記念した建築物が建てられ反日プロパガンダに利用されている。補給部隊が全滅したこともあり、三浦失態では弾薬が底をついていた。兵士たちの戦闘手段は露覚した。 主流団や投石、白兵格闘だった。同9月25日、第5師団は、三浦師隊が、危機的状況に陥っていることを知ると、不評第42連隊を、平型関へ急行させた。また、不評第21連隊主力は、北から、平型関の背後に進出しようとしていたが、三浦旅団の苦戦を知り28日に、旅団主力に合流した。 一方、関東軍は9月22日に、蘇我主体を平型関方面に向かわせ、第五師団に協力させた。二つの連隊を掌握した、不評第21旅団は29日から一斉に攻撃を実施、蘇我主体もこれに協力した。しかしこの攻撃は成功しなかった。その頃、関東軍部隊は第五師団が平型関を突破。 大英鎮を占領し、茂そばへ向かって、精神中という情報を得て、混成第15旅団と混成第2旅団を中国軍の退路遮断のため茂そばへ向かわせた。ところが頂上戦の茹で越し口で賢人にぶつかり、混成第15旅団は9月27日から攻撃を開始、29日に突破して急進、茂そばを占領した。 平方関正面の中国軍は後方を遮断され、9月30日総退却を開始した。しかし、西方の茂蕎ば方向へは退却せず、多くは南方の五大山方向へ撤退したため、兵力の少ない混成旅団は徹底的な打撃を与えることはできなかった。この日、三浦旅団は大英鎮に集結し戦力の回復に努めた。第五師団の損害は、 戦士274人、戦勝804人だった。10月2日、第5師団は、大元攻略の命令を、北品方面軍より受領した。この時、第5師団の不評第9旅団は国先主体として、上海方面へ転出するため補定へ向かっており、師団指揮下にある、不評戦力は、不評第21旅団だけだった。10月3日、整備を終えた。 不評、第21旅団は大英鎮を出発、6日、大県に集結した。10月4日、関東軍の諸部隊が、第5師団の指揮下に入り、10月7日には、茅島師隊が同師団に配属された。当時、板垣師団長指揮下の兵力は、不評約16個大隊で、下方は、三方21門、八方44門、10センチメートル榴弾砲20門。 1 5トル榴弾砲8門1 5ルカノン砲2門の計95門だった。独立混成第一旅団所属の村井戦車隊は、原平鎮への進出を命じられ、10月2日に、頂上を突破し、ネイタケを占領した。10月4日、混成第二旅団は、剣を、混成第15旅団は、原平鎮を攻撃し、8日に、剣、10日に、 原平鎮をそれぞれ占領した。村井戦車隊は原平鎮や後の雪口鎮の戦いに参加したが中国軍が対戦車砲を使用し始め地形上の問題や配属先の第5師団が機械化部隊の運用に無理解であったこともあり4人の中隊長のうち2人が戦死1人が重傷を負うという損害を受けた。中国軍は 大元防衛のため、約8万人の兵力を雪口地鎮に集結させた。雪口地鎮は、大元の北の門戸として、険しい地形を利用し、堅固な防御陣地が、設けられていた。河北省から第14集団軍を率いてきた、栄立子は、この防衛戦で、全敵葬式を取った。正面を、第14集団軍が防御し、右翼の、 第18集団軍は五大山に影響して、日本軍の後方戦襲撃を担当、左翼の第6集団軍は、同カバの戦西側を防御した。10月13日、日本軍は、根性第15旅団、堤市隊を右翼隊、第5師団主力が左翼隊として節口鎮陣地への攻撃を開始した。しかし戦況は、進展を見せず、ついに膠着状態に陥った。 国崎死体に所属する、不評第11連隊は、補定に向かう途中で急遽死体を離れて引き返し、列車で北平、大道を経由して10月17日に、第5師団に復帰した。また、10月22日には、茅島死体も戦場に到着し24日から、攻撃を再行したが、第1戦陣地を若干突破したのみで再び、降着状態となってしまった。 北品方面軍は余裕のない戦力の中からさらに独立不評第一連隊などの兵力を第五師団方面へ差し向けた。雪口鎮の戦いは11月3日に中国軍が総退却するまでの3週間にわたって繰り広げられ山西省で最大の激戦となった。この戦いでの第五師団の戦死者は1651人。 負傷者4594人だった。第21旅団長、三浦聡志志志祥の負傷構想をはじめ、大隊長、中隊長以下の将校の損害も甚大であった。小田線沿いの上司席周辺には、山西省東部の防衛船として、対抗山脈の険しい地形を利用した、半永久洞窟陣地が幾重にも構築されていた。日本軍の判断では、 守備する中国軍兵力は約13個市とみられた。兵官戦に沿って南下してきた第一軍は、石化総攻略の際に、第二十師団の一部を大元へ向けて追撃させて、いたが、城市席付近で激戦になった。10月19日、第一軍は、第二十師団の全力で全面の敵を撃破するよう命令し、第109師団の一部を南に並行して、 関陽へ向かわせた。上司関正面の抵抗は頑強で、10月26日になっても突破することができなかった。第20師団は一部を手薄な左側から迂回させ、上司関の背後に進出させた。このため、中国軍は全面的に交代を開始し、追撃を行う第20師団は10月30日に、洋泉を11月2日に授業を占領した。 石油死体は11月2日に石油へ進出した。需要は、大元の東方約50キロの地点で、日本軍が東から大元へ迫ったことで、節口鎮陣地の中国軍は動揺し始めた。そして11月3日、夕刻、中国軍は総退却した。節口地震や上司関での苦戦を知った北市な方面軍司令官、寺内敏一大将は、 第一軍司令部を訪れた際に、元来、三世に侵入したことが、大なる誤算であって、東条と板垣の合作によって無謀に前進し、ついに、核のごとき失態を、かもしたと言い放ったとされる。ただ、寺内自身は、不拡大派というわけではなく、河北省から南下して、三島省を攻略し、甲賀の線まで前進することを希望しており、参謀本部は、 極力これを抑えていた。節口鎮の中国軍の退却を知った第五師団は、一挙大元までの追撃を開始した。11月4日に海上鎮の陣地戦を突破、翌5日には、大元周辺の第一戦陣地を突破して、大元の北に進出し、第二十師団も大元の南東から接近した。第二戦区前的総指揮官栄立港は、 中国軍主力の大元南への撤退を命令、分作議が指揮する第35軍が大元を守備した。11月4日に第5師団が第1軍に配属されたため、勝木軍司令官は第5師団の名誉のため同師団に対し大元の攻略を命じた。11月6日、第5師団は大元城の攻撃を準備するとともに、軍師を派遣して会場。 降伏を勧告した。しかし、城内の守備軍は、降伏を拒絶した。11月8日午前8時、第5師団は、総攻撃を開始し城内に突入した。守備軍は、頑強に抵抗し激しい紫外戦が展開された。風作儀はわずかに残った。守備軍2000人を率いて、包囲を突破して、撤退。翌11月9日、大限は陥落した。 第5、第20師団の損害は、戦死889名、戦勝2827名だった。大元攻略後、第5師団は、石火層への転身を命じられ、関東軍からの派遣部隊も復帰を命じられて、帰還した。このため、第20師団が、参政省に残ることになった。ありがとうございます。